小説創作家は小説家やライトノベル作家のみならず、アニメやゲームのシナリオライター、漫画原作者など多岐にわたる職種を目指すことができます。大きく変わってきます。おそらく最初に牛丼の描写を持ってくるのではなく、相手の会話とか相手の挙動なりの描写が入ってくるはずです。ということでパターン1、店員の警官と、で今バシッて踏み込んで切ってるよね、はい、これが切ってるって分かる描写にしないとダメなので、はい、このイメージがなければ描けないってことです、はい、ここでまた意外性がないと、ここがまた面白くない。文章技術や原稿の書き方はもちろん、ストーリー構成、キャラクター設定、情景描写などのテクニックも習得することができます。